1978年イタリアグランプリは1978年の F1 世界選手権第14戦として1978年9月10日にモンツァサーキットで開催された。第13戦オランダ GP 終了時点でドライバーズランキング首位のマリオ・アンドレッティは63ポイントを獲得。 3位のニキラウダは35ポイントで、残り3戦を連勝しても62ポイント止まりで、アンドレッティを越すことができない。2位のロニー・ピーターソンは51ポイントで、唯一アンドレッティを逆転できる位置にいたが、この年のロータスは、チームオーダーでアンドレッティを優先させる方針だったため、アンドレッティのチャンピオンはほぼ確定していた。ロータス十九に乗るピーターソンは、 金曜日午前中の予選1回目に2番手のタイムを叩き出したが数週後にエンジントラブルが発生。このため午後はスペアカーとして用意されていたロータス78で出走、さらに翌日はクラッチとブレーキトラブルのためタイムを更新できずポールポジションを獲得したアンドレッチと対照的に予選5位という結果となった。ミシュランユーザーであるジルビルヌーブが予選2位。 ジャンピエール・ジャブイーユが3位と好記録を出した。午前中のフリー走行で、ピーターソンの79が、ブレーキトラブルのためクラッシュ。スペアカーの79は、アンドレッティ用のセッティングが施されていたため、旧型の78でレースに臨んだ。赤い園内が、多重事故の発生場所事故の瞬間午後3時半に、フォーメーションラップが開始され、各マシンが、グリッドにつき始めたが、 後方のマシンが止まらないうちにグリーンシグナルが点灯した。前方のマシンは慌ててスタートを切り、後方のマシンはまだスピードが出た状態だったため、前方の集団に追いつき、集団の前後が詰まった状態となった。さらに、モンチャのホームストレートは第一死刑員に向けて横幅が狭まっていくた,ため、各社が密集した状態となり、死刑員手前で多重接触事故が発生した。 まず、後方集団に押し出される形で、リカルド・パトレーゼが進路を変え、これを避けた、ジェームス・ハントが、ピーターソンの78の右氷にヒットした。ピーターソンはスピンして、コース右側のバリアに衝突し、炎と黒煙が立ち上った。78は、炎に包まれながら、コースを横切り、リディエ・ピローニにぶつかって停止した。このかクレイ・レガツオに、パトリック・デパイユ、 ビットリオ・ブランビラなど10代はこの事故に巻き込まれた。レースは直ちに赤旗中断となり、負傷者の救助作業が行われた。ピーターソンは炎上する車内から半と、レガツオオニラに引きずり出されたが、左足を2箇所と右足を6箇所、さらには足の指も骨折していたのに加え、左腕と肩に火災による火傷を負っていた。また、ブランビラもホイールが頭部に直撃して、 重傷を負った。17分後に救急車が到着し、ピーターソンとブランビラはミラノ市内のニグアルが病院に運ばれた。レースは1周未満で中断したため、予選順のスタートからやり直しとなった。1時間後にフォーメーションラップが再開されたが、その最中にジョディ・シェクターのマシンがレズモカーブでクラッシュ。ドライバーたちは、 バリアの修復が終わるまでレースの開始を拒否した。そのためレースが再開されたのは午後6時近くで、周回数も52周から40周に短縮された。スタートでは予選2位のジルビルヌーブが先行し、地元フェラーリファンの熱烈な声援を受けながら、アンドレッテをリードした。終盤の36周目にアンドレッテがトップに立ち、 そのままゴールするが、スタート時にアンドレッティビルヌーブともにフライングスタートを犯していたため、1分加算のペナルティを課せられそれぞれ6位7位に降格となった。これによりブラガムのニキラウダとジョン・ワトソンが繰り上がって、1974年アメリカ GP 以来のワンツーフィニッシュという結果になった。そのラウダは早々とサーキットから去っていったため、表彰台にはチャンピオンが、 確定的となったアンドレッティを呼び寄せた。重傷を負った2名のうち、ブランビラは一時意識を失っていたため妖体が心配されたが、その後回復して、翌年にはレースに復帰することができた。ピーターソンは足の負傷がひどいものの、意識はしっかりしており、大事に至らないと思われた。しかし、翌11日未明に妖体が急変し、死亡速戦傷のため死去した。 ピーターソンの死によって、アンドレッティのチャンピオンが決まるという皮肉な結果となった。多重事故を招いた原因として、レーススタートを合図する競技員が、グリッドの状況を十分に確認せず、早めにスタートシグナルを操作したことが問題となった。これまでは、各サーキットの関係者などがスターターを務めていたが、この事故を教訓として、オフィシャルスターター制度が導入され、 国際自動車連盟安全委員のデレック、オンガロが全グランプリでスタートシグナルを操作することになった。オンガロの就任に伴い、スターティンググリッドの並び方も改善された。各列に数台が横並びになる、3から2から3や2から1から2方式を廃止し、車両間に間隔を空けるため、縦2列交互に並ぶ、スタッカード方式が導入された。 ハントラウダアンドレッティシェクターフィッティパルディラドライバーからなる会一安全委員会はパトレーゼに接触事故の責任があるとする判定を下した。当時のパトレーゼは決起盛んな若手として知られ、このレース前にも委員会から警告を受けていた。委員会は次戦アメリカ GP のオーガナイザーに働きかけ、パトレーゼの出場を拒否させた。その後、写真を使った調査で、 カトレーゼに火がなかったことが証明された。ありがとうございます。